あ、これで大丈夫ですかね。来てます。来てます。はい。ちなみに先日高さんと一緒にジュエリー訪問してきたんですけど、その時に山崎さんがこんなの売ってるよって教えてくれたんですよ。ジュエリーのロゴ入りの純正書き込み機。これがタオバオで500円ぐらいで売ってるんですけど、これを持ってったんです。で、ジュエリーの行った時に。そしたら、向こうの人はめちゃめちゃ受けて、なんでそんな持ってんのみたいな、めちゃめちゃ受けまして、で、評価ボードくれました。評価ボードとチップをくれました。この、AC6323 っていうチップ10個と、それが乗っかる Bluetooth オーディオの評価ボードをくれました。まだ仕込みやってないんですけど、頑張ります。という会社です。その辺がなんか、あれですよね。だから、マイコンチップを作ってる会社っていうものに対するイメージの気概っぷりがすごいですよね。言って前の会社の SDK タオバオで買ったんだって言うと、あ、すげえじゃん、サンプルやるよみたいな。そういう感じでしたね。いや、本当にこれ見た時の反応がめちゃめちゃ面白くて、すごいバカ受けしてました。マジで買ったみたいな感じ。はい、とても良い会社です。さて、それで、今日のお題はその話じゃなくて、ちょっと偽物チップの続きがあるんですけど、ちょっと違うマイコンの話で、STM32 っていうマイコンですね。これについて、ちょっと解析してみたって話をいくつかお話をします。滝田と言います。ちょっと簡単にご紹介すると、一応本業は大学の教員なんですけど、一応メーカーとしても活動していまして、抵抗コースターとか、チップ炙って、アプロ本とかを書いてたりします。で、この4月から9月まで深センにいまして、いろいろと、研究もしてはいるんですけど、高さんにいろんなとこ連れてもらったりして、一応とても楽しく、忙しいですけど、下毎日送っています。で、お話なんですけど、この、今日のお題の STM32 F ってマイコンの話を、簡単に話をします。名前多分ご存知の方も多いと思いますが、ST マイクロっていう会社ですね、のアームが乗ってるマイコンです。で、この左下のこのヌクレオってシリーズは結構有名で、このボードを使ったことある方も多いんじゃないかと思うんですけど、Arduino のこの蓋刺さってて、エンベートとして使えるっていう、そういうボードですね。で、結構面白いのが、ピン互換のものが結構多くて、このヌクレオも実はボード全部同じなんですよね。ボードが全部同じで、その同じパッケージので、同じピン配置なんだけど、機能がこうローエンドからハイエンドまでずっといろんなラインナップがあるっていう、そういうような揃え方をしている会社です。それもあって結構使われている例が多くて、ホビーユースだけじゃなくて製品とかでも使われている例がかなり多い部品、そういうマイコンです。だからある意味業界標準みたいなマイコンなんですね。アームのマイコンで。で、コータ分に漏れずに、最近はその品薄でして、なかなか買えないとか、その買えなくなると偽物が流通するっていうのが、コータ分に漏れなくあるわけです。で、その互換マイコンの話なんですけど、その今お話をした通り、実は業界標準っぽくなってて、その STM32 っていうのがもう、なんていうんですかね、アームマイコンの代名詞、全部とは言いませんけど、かなり、アームマイコンの代名詞みたいに使われてるところがあって、で、互換マイコンが多数あります。で、これはテカナリーレポートにも載ってるし、この E タイムズウェブからにも載ってる話で、その清水さんが書かれてる記事の話なんですけど、この STM32F030 っていう、結構ローエンドなマイコンが、あるんですが、それの互換というやつ。で、この互換もいろんな互換があって、実際この清水さんがこの記事で紹介されているのは、単なるコピーではなくて、実は性能が上位互換。例えばクロック周波数が速いとか、メモリが多いとか、ついてるタイマーが多いとか、実はそういうようなやつが結構あったりするんですね。それで少し、細かい、加工技術を使ってチップサイズも小さくなってたりするものも結構あります。で、その互換といっても、偽物ばっかりじゃなくて、ちゃんとした正当派もあるわけですよ。で、今さっきのこれ出てきたのは、中国のギガデバイスっていうメーカーの GD32F っていうシリーズなんですけど、これって純正のコンパイラーのカエルっていう会社が出してるコンパイラーがあるんですが、ほぼ標準のコンパイラーがあるんですけど、これもちゃんと選べるんですよね。この右下のやつみたいに、この、使うマイコンの種類として、ギガデバイスのマイコンとか、ホルテックのマイコンとか、FMD とか、そういうギーヒーとか、こういうようなマイコンが選べたりします。だから、別に単なる別に怪しい偽物ではなくて、ちゃんとコンパイラーから、純正コンパイラーから選べるぐらいちゃんとしたマイコンと言います。で、大体 IC の型番って先頭の2文字ぐらいがそのメーカー名を表す記号なわけで、GD がギガデバイスのマイコンで、STM が ST マイコンなわけなんですけど、その後の数字って大体機能を表す、型番なわけですね。で、その型番の 32F までは、そのシリーズだから共通で、その後の大体3桁ぐらいの数字、このペケペケペケ
さっきの言ったら030みたいなところが、まあ、その、中の CPU のコアであるとか、メモリの容量とか、はい、乗ってるタイマーの数とかが、まあ、あの表す、つまりそのチップの機能を表す部分といえます。だから先頭の2文字がメーカー名で、最後の3桁、まあ、後半の数字が機能を表すものなわけですね。で、大体こういうような正統派のチップも含めて、この最後の数字は、その、本家の STM マイクロの STM32 と同じ数字にしてあって、まあ、パッと見て、ああ、あれの、あれぐらいの性能のやつなんだねっていうのが分かるような名前付け方をしています。まあ、だから、まあ、別にあの名前には、あのこの番号自体には商標がないので、この商標的には、まあ、別に黒ではないんだろうなと思うんですよね。この 32F030 っていう数字自体は、ただの数字の羅列なので、まあ、特に問題はない。でその上で、まあ、あのちゃんと違う機能が分かる名前の付け方をしているわけです。で、あのこれ探してみると、この例えばこの 32F030 その先頭の STM を取って、で名前を付けて探してみると、あのちゃんとしたルートも結構あるんですよ。これ LCSC っていう、あの JLCPCB が運営している部品サイト、およびそれの中国のローカル版の SZLCSC っていうのがあるんですけど、まあ、ここで 32F030 っていうのを検索してみます。で、まあ、こんな感じでリストがバーッと出てきまして、先ほどここに出てきたようなメーカーはもちろんありますし、そうじゃないメーカーもいくつかあります。で、明らかにその型番の、付け方からして、さっき言ったみたいに、その、32F030 っていう数字が同じだから、だいたい性能が分かる、つまり置き換えを狙えるような、置き換えをしやすいようなものとして売っています。まあ、ですから、この LCSC とか SZLCSC は一応、曲がりなりもちゃんとしたあの部品供給サイト、部品の調達サイトなので、まあ、ここで売ってるのはそんなに、この、アリエクとか、に比べれば怪しいものはないわけですね。だからこういうところも堂々と普通に売られていたりします。で、あとメーカーによってはちょっと資料を用意しなかったんですけど、メーカーによっては堂々とそのメーカーの商品紹介のところで、その置き換えガイドみたいなのを載せてるページも、会社も結構ありまして、つまり STM32 からを 今使っている人はこの部分をこう変えて、例えばこういうふうに少し変えると、うちの製品に移行できますよ、置き換えできますよっていう置き換えを、まあ、ちゃんと精度正々堂々と指南しているような会社も、まあ、それなりにあります。で、まあ、面白いのはその場合、やっぱそこから先の話でして、やっぱ偽物の話なんですね。で、タオバオでやっぱ同じように、その 32F030 ってググると、まあ、検索といろいろ出てくるわけです。で、さっきのこれに載ってないやつも当然いくつかありまして、だからカエルのコンパイラーのリストには出てこないから純正コンパイラー対応ではないんだけど、まあ、こう実際これ、今日紹介したのはこの3つプラスアルファがあるんですが、ちゃんと互換用 STM32F の置き換え用としていう、まあ、紹介で売っています。で、この HK と CKS とそれから AT っていうのがありまして、それぞれ半導体メーカーなわけなんですが、こういうのがあるわけですね。まあ、値段もそれなりに安くなっています。で、さらにもっと怪しいのが、その冒頭の丸々がないやつというのがありまして、これ、なんですかね、明らかにこう、なんか出どころが怪しいやつなわけですよ。32F030。で、その冒頭 のメーカー名を表すのがついてないわけですね。まあ、写真は一応純正っぽい写真が載ってるんですけど、で、プラスもう一個面白いのは、その選べるんですよね。その全新旧新品と、テストしてちゃんと OK だったやつっていうのが2つあって、値段が1元ぐらい違うわけなんですね。だから、まあ、明らかにその新品じゃないやつというのをちゃんとこういうふうに売って、まあ、じゃあ分けて売ってたりします。で、これ面白い、これ実際買ってみたわけなんですけど、実際タオバオでこれ買ってみたんですけど、チップバラして、チップのコア、台を見てみたいわけですね。それで、日本にいた頃はよくバーナーで炙って、こうパッケージ崩して、の中のチップ取り出すのをやってたんですけど、まあ、こちらでさすがにバーナー持ってこなかったんですが、まあ、このバーナーもタオバオでやっぱ売っていまして、この白いアルミナ製のこのルツボと一緒にこちらで買いまして、夜な夜な炙ってました。で、あとはこの、ちょんちょん崩してあげるとチップが出てきます。で、先ほど紹介したこの、これですね、この無印じゃないやつ。こいつらを見てみると、まあ、ちゃんとそれぞれ別のチップになっていまして、この左上のやつが、これは一応 LCSC で買った、まあ、多分さすがに本物でしょうと信じていい、STM32F030 です。で、それと比べて、この残りの3つっていうのは、まあ、明らかに別のチップなので、チップのサイズも違うし、パターンも違うので、まあ、それぞれ独自に設計されたチップであることがわかります。で、面白いのは、その下の2つでして、この 32F030 は共通のやつ。これ、カエルのコンパイラーでもちろんそれ選べない、リストには載ってないんだけど、これ、実際書き込みしてみたら動いちゃうんですよ。
で、あの書き込み機、ST Link V2 っていうか、まあ、純正の書き込み機があるんですが、その中で書き込みをすると、一応あのカエルの方から書き込もうとすると、あのエラーが出るんです。純正じゃないよっていうエラーが出るんですけど、そのエラーが出るけど、OK を押すとちゃんと書き込みができてしまって、でどうも動作しちゃうんですよね。でちゃんとデバッグもできる。だから本当にあの互換チップとして使える、その最初の書き込み時にエラー、あの純正じゃないよってエラーが出るのを除けば、どうもちゃんと使えるチップっぽい。かなりよくできたら互換チップだなという気はします。で、まあ、ちょっと今、これ微妙なのはこの上のやつでして、右上のやつでして、これあの、こちらの方には互換品と書いてあるんだけど、これ明らかに型番が違うんですよね。あのお気づきになった方もいるかもしれませんが、この左下のやつは AT32F421 となっていて、03、他のやつの030と違うんですよ。商品紹介には STM32F の030互換と書いてはあるんですが、まあ、これでも型番が違うから、とてもさすがにこれ違うんだろうなと思ってましたら、やっぱ案の定は動作はしませんで、まあ、書き込みはできるんですけど、同じバイナリーで。まあ、でないので、この 32F030 っていうのはちょっと遅っぽい。ただ書き込みはできるし、これそもそも421っていう型番がついている通り、STM にも STM32F421 っていうマイコンあるんですね。だいぶ上位のマイコンで。コアテックス M3 ぐらいだったと思うんですけど。だからまあ多分この型番からして 32F421 互換のチップなんじゃないかなという気はします。まあ、サイズからしてチップサイズからして高輝度の割にだいぶ台が15チップが小さいので、だいぶこう細かい線を使って作ってるんじゃないのかなという気はします。あ、ちなみにあの下の2つもいずれもあの純正の STM32F030 よりはチップサイズが小さくなっているので、まあ、それなりにちょっともう少し細かい加工技術を使って作ってるんではないのかなという気はします。まあ、こういう互換もありました。最後面白いのがその最初のこの無印ですね、一番怪しかったこいつらなんですけど、これあの、ですね、右上のこのこれ見るとパッケージはすごいそっくりなんですよ。右上のこのパッケージ、これ写真撮ってみたやつなんですけど、5個買ったやつ全部それっぽいマイク。でシリコン台出してみるとこれ明らかに同じなんです。これ左端が、LCS で買った純正のやつで本物のやつで、その残りの2つが一応あの新品として売られていた少し高い、次元高い、32F030 で、マークはこの STM のマークがついてたやつと、でどうも同じっぽいです。ただまあ当然ですけども新品かどうかまではちょっと分かりません。で、もう一個 の、このテスト OK 品っていうちょっと安い、次元安いやつで、これもまああの少なくとも5個買ってみたんですけど、5個買うとシリコン台自体は全部同じで、純正と同じで、まあ、少なくともあの互換品とか偽物が入ってるタイプではなかったです。ただもちろんこれはあの新品かどうかまだ分からないですし、まあ、ちゃんとテスト OK 品というふうに銘打ってるわけですから、まあ、あの再利用品であるとか、あるいはひょっとしたらその、台のパッケージ化される前の台の状態の横流し品、あのテストをパスしなかったやつとか、そういうやつを今、まあパッケージに入れる工場だけ、あの後工程だけ自分の工場を持ってて、パッケージしたやつがあるかもしれないですね。で、ちょっとこの本当はこのパッケージに刻印されている数字からその辺ちょっと分かんないかなと思ったんですけど、ちょっとその辺の情報を STM さんに、STM の方でその辺の情報をどうも出してないみたいで、パッケージの、刻印情報からその、どの部分が、ロット番号、どの部分が製造日みたいな話はちょっと分かんなかったので、そこまで分かんなかったです。まあ、一応あの LCSS の買った LCS で買ったやつとはあの、明らかに違ったのはあの製造パッケージ、あの後工程 の、 工場あの国の名前なんですけど、この今載ってる右上のやつは、左下のパッケージの左下に PHL、 これフィリピンの略なんですね。フィリピンであのあのモールドされたやつで、LCS で買った本物のやつはちょっとどこだったか忘れちゃったんですけど、あのフィリピンではないんですけど違う国名が書いてあって、微妙にこのあのロゴ の、 あのレーザー刻印のロゴのちょっとあの色が違ってましたけども、まあ、その辺は後工程の工場によってまあまあ違うのもよくあるので、ちょっとそこだけでなあの、刻印の違いだけで偽物なんてできるほどではないなという気がします。まあ、というわけで、まあ、互換マイコンといってもいろいろありまして、あの、もちろん正規品あの、カエルのコンパイラーで選べるぐらいのもうちゃんとした正規品もありますし、あのまあ、少なくともあの量産レベルで使うかどうかともかく、これみたいに、まあ、ちゃんと互換品として動作するやつもあるっぽいし、まあ、あと流通経路が怪しいやつも結構あったりします。で、案の定怪しいのはさっきのこれなんですけど、もう、これなんですけど、もうちょっとこれ欲しいなと思って買おうとしたら、この商品ページなくなってたんですよね。もう今タオバオでこれ買えません、残念ながら。だから、まあ、たまたまそのスポット在庫であったやつが売られていたのか、まあ、どっかからフレームで出て聞いたのか分かりませんけど、まあ、こういう結構動的にいろいろと偽物業界が出るのが面白いなという話でした。はい、以上です。はい、以上です。
すいません、秋田先生、さっきのその、はい、製品ページのキャプチャーもう一回出してもらっていいですか。あ、はいはいはい、ちょっと待ってくださいね。偽物のやつ、偽物のやつ、あ、偽物じゃなくて、タオバオのページ、テスト OK、 これですかね。あ、これ、テスト OK って、あと新品で1元違うのが載ってます。あ、これです。はいはい、これの、いや漢字が僕気になったんですけど、この、はいはいはい、全身は先進、あの、うん、新品っていいじゃないですか、うんうん、右側のこの三振即死羽織っていう、これは、うん、多分抜き取りテストじゃないですかね。はい、そういうふうに理解します。新即死羽織だから、うん、中央テスト OK なんだけど3だからサンプリングですよね。そうそうそう、だからサンプリングですよね。だから確信犯的に怪しいヒットが何か何パーセントか混じってる可能性が普通にありそうですよね。そうですね、まあ、少なくとも僕が買った5個は、少なくとも見た目は全部本物の台ではありましたけど、それはちょっと分かんないですね、確かに。まあでも確信犯的な可能性はあると思います。まあでも中国の商売って基本的にそのライバルが多すぎて正直にやらざるを得ないから一元しか値段が違わないんだったら、うん、そんなひどいことはない気がするけど。そうですね、まあ、まあ1元中でも5元と 5.4 元と 4.4 元の違いなので、まあ、結構でかい、2割ぐらい違うんですよね。だからそれに見合ったぐらいの不良率にないと客が怒るはずなんだ。はいはい、つまり合理的な価格設定がしてるはず、はい、こう、あ、不良率2割ぐらいならまあ割に合うんじゃないかって話です、ね、そう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 、そういう意味では5個しか取ってないから分かんないです。もう 5個だ、少なくとも5個は外れはなく、外れという当たりはなかったです。まあ、特になかなか奥が深いなっていう話です。こういうなんかスーパーローエンドみたいなところから、半導体産業が立ち上がる様子が見れるのが、ちょっと面白いポイントではあります。そうですね、実際こちらの先生とも、まあ、やっぱりいくつ話したんですけど、やっぱり一番多いのはやっぱり純粋なローエンドの置き換え、レギュレーターとかフラッシュメモリとか完全ピン互換のオペアンプとか完全ピン互換で、型番もまあ明らかに似ているのは意識していて値段が安いみたいな、そういう置き換えのメーカーがやっぱりすごい多いのは事実なんですよね。でただそういうの中からさっきのジュエリーみたいなところが出てくるのも事実で、そのあたりがやっぱりなんだろう、その裾野が広がってるとこういうのが出てくるのかなという気はします。まあ、だんだんいくらそういうローエンドなものであっても、設計してるうちにだんだん実力ついて、設計の実力がついてくるので、そういうところからだんだん上に行けるような会社もあるんだろうなという気は思いますね。しかもこの間その秋田先生と一緒にジュエリー訪問したときに、うちは今ヤマハとかデノンとかも取引があるんだみたいな、うんうん、いやヤマハだったら切符自分で作れそうな気もするけど、確かにデノンとかって言われると中に切符作るセクションとかなさそうだし、ワイヤレスなんか作ろうと思ったら、ね、その音響部分は自分たちで設計するかもしれないけど、ブルートゥース切符とか買ってくるしかないですもんね。もうでもヤマハももう足洗ったんじゃないですかね、半導体設計からは。まあ、そうだけど、ファウンドリーは全部もう売却してますね。そうだ、そうすると音響機器メーカーなんだけど DAC が作れませんみたいな会社は結構いっぱいあるので、そういう会社がまさにジュエリーみたいな会社ともう一回組み直すみたいなことはあるのかもしれない。でもそうこうしてるジュエリーみたいにこう自前のダックも作れるようになってくるみたいな技術上がってきてねっていう例もありますよね。そう、それは面白いですよね。だからそれだったら逆にその日本国内の DAC 作れる会社と組めばいいような気もするんだけど、でも確かにデノンみたいな会社が、まあ、マイコン部分はソニーですみたいなものが出せるかと言われると、それはそれで微妙な気がするので、結構それよりは名前隠してメディアテック、まあ、それで言うと確かに今ソニーのトゥルーワイヤレスヘッドホンは中身はメディアテック、大事な切符はメディアテックだったりもするので、そうなので、シャンザイとそうじゃない産業がちゃんと溶け合ってる様子が見えて、めちゃくちゃ面白いポイントだったり、いや、どうもありがとうございました。一応今から、皆さん向けの QA みたいなのが5分、10分ぐらい取れて、でも時間的にもちょうどいい感じなんで、無理やり引っ張らずに終わろうかなとは思っています。偽物産業からそうやって元に戻ってくるのめちゃめちゃ面白いですね。めちゃめちゃ面白いです。モーターもでもそうだものな。なんかその中国の最近作ってるコピーじゃないのみたいな怪しいモーター
は怪しいんだけど、でもそのなんだろう、コンタクトがしやすいし、あのいろんなことを気にせずに売りまくってくれるので、なんか変なことやろうと思うと、そういう会社からモーターを買った方が国内に調達するより手っ取り早いみたいな話をよく聞いたりもするので、あの変な新しい業界に参入しようみたいなことがあると、 IP とかをあまり重視しないで、あの気軽に取引してくれる会社は確かにすごいありがたい。すごいありがたい。雑談ですけど、サーボモーターの会社が上に行っちゃったじゃないですか。だからアリエクスプレスで買う SG90 とかの品質がものすごい下がってるんですよ最近。え、どういうことですか、どういうことか、意味が分かんない。あ、アリエクスプレス SG90 ってあのトイサーバーあったじゃないですか。はい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 、はい、あのクラスのやつってもともと不良率そんな高くなかったんですけど、はい、この後半分不良とかが結構増えてて、で結構力があるサーボ作ってた会、あの辺のパチモンサーボ作ってた会社が上のシリアルサーボとかに移ってんのかなってちょっと思ってるんですね。あ、なるほどなるほど。なんかそんな感じがするっていうだけです、雑談ですけど、モーターの話が出たんで。はい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 。だからやっぱり安いの作ってるうちにだんだんと技術力つけて上に行くのかなって本当に思いますね。まあ、確かにフィーテックの社長に話聞いた時も、いや元々はラジコン用のその PWM のサーボ作ってて、なんだけどあの作れるようになったから、サーボ作るようになって、でしかもあのマイコンの技術とかも入ってきたからシリアルサーボとか行くようになって、そしたらお客さんがロボットのスタートアップとかがすごい多くて、そうするとシリアルサーボって中のプログラムできるから、あの来る会社ごとにプログラムのカスタマイズとかバンバンやるようになっていたら、そういう割合がどんどん増えてみたいなことは言ってました。そうで、あの辺は多分そのプログラムとか変えるとテストから何から全部変えなきゃいけないはずなんだけど、あんまりそういうことを気にしない中華っぽさがいいように動いてるんだなっていう感じはすごいします。どうもありがとうございました。ちょっと今回もすごく面白かったので、次もまあ1ヶ月か 1.5 ヶ月ぐらい間隔を空けてまた分解の進めをやりたいなと思うし、日程的に8月だと小林さんの本のイベントをすごいやりたいので、小林さんの本の内容紹介イベントをぜひぜひやりましょう。ありがたいです。まあ、それは多分文化、まあ、文化の名前になかったか分かんないけど、多分違う名前かもしれないけど、でもいずれにせよちょっと普通に内容の紹介したいし、今日のプレゼンもすごい面白かったから、もうちょい長い時間で小林さんでみたいな感じでいろいろ紹介、活動を紹介してもらえるとすごくありがたいので、今後のイベントもすごく、お待ちください。どうもありがとうございました。ズーム落とします。どうもありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。